よし、いよいよ本番だ。何ジロジロ見てんの？あ、僕のアイドルオーラに見とれちゃった。いや、チャック開いてるから。ごめん、遅くなって。なんか、トイレから戻ってくる途中ですごい見られちゃって、もうアイドルオーラ出ちゃってる感じ。それは、ズボン履き忘れてるからだろうが。なんなんだお前たち。今回の見せ場は早着替えなんだって。なんだよ早着替えって。説明するね。ステップ1、かっこよくダンスする。ステップ2、ステージを暗転させ、その間に衣装を脱ぐ。ステップ3、新しい衣装になりみんなを驚かせる。俺ダンスに精一杯で自信ないな。大丈夫だよ、俺の超能力を忘れたか。照明が落ちた瞬間、カズキが上の衣装だけ別の場所に瞬間移動させてくれるって。よろしくカズキ。任せろ。自分のズボンも履けないやつにそんなことできるのか。来た、俺の出番だ。すればいい。わかんないよ、俺バカだし。だろうね、衣装飛ばしすぎるくらいだから。そもそもお前が早着替えしようとか言うから。はあ、それは違うでしょう。ちょっと待って、歌がやばいことになってる。口からなんか出てる。そうだ、カズキの能力で歌を別の場所に飛ばしてくれ。そうか、そうしよう。あれ、ひどすぎるだろ。手分けして歌を探そう。俺はステージの裏に行くから。わかった、歌。わあ、あの子だ。待って、俊生、俺運命の女神とデートすることになったよ。歌は、あ、